さんこんにちは。12月2日土曜日の豊島情報スクエアです。区役所本庁舎1階の豊島テレビエコミューゼタウンスタジオから生放送でお送りしております。さて、全国のあらゆるところでインフルエンザが警報レベルになっています。部屋の中では適度な湿度を保つこと、人混みを避けること、手洗いうがいをしっかりすること、十分な栄養と睡眠をとることなど予防をしっかりしましょう。特に高齢者や持病があるなど重症化する恐れがある人は気をつけてください。それではまずは豊島区の最新情報ニュースフラッシュです。まず最初の話題をお伝えいたします。第17回ときめき創造展作品募集のお知らせです。区内の障害者の方が制作した美術作品や制作活動を紹介するときめき創造展を開催するにあたり、作品の募集を行います。豊かな発想から独創的な作品を作り出すという願いが込められている展覧会では、毎年障害者の方が制作した絵画、書、写真、版画や立体作品などがたくさん展示されます。令和6年3月6日から3月10日までの展示会開催に向けて、1月31日まで作品を募集中です。対象は区内在住、在勤、在学、または区内の施設に通所、入所する障害のある方、難病、発達障害などの方が制作した個人作品、または区内の障害者施設で制作した団体作品です。募集作品は絵画、書、写真、版画、造形などです。詳細な応募条件や申し込み方法は区ホームページか広報豊島11月21日号情報版でご確認ください。さらに美術関係者による審査を行い、優れた作品には表彰を行います。ご希望の方はぜひ応募されてみてはいかがでしょうか。続いてです。国連を支える世界子ども会議 in 豊島を開催しました。11月25日土曜日に次世代を担う子どもたちが SDGs の視点で豊島区の未来図を描く国連を支える世界子ども会議 in 豊島を開催しました。豊島区では国連を支える世界子ども会議 in 豊島に先立ち、SDGs アイデアコンテストと題して、住み続けたくなる未来の豊島区をテーマに子どもたちからアイデアを募集しました。募集にあたっては、子どもたちがアイデアを考える際のヒントとなる出前授業を6校、およそ500人の子どもたちにこれまで実施しました。その結果、環境、防災、福祉の視点から478点の応募があり、さまざまなアイデア、意見が集まりました。当日は小学4年生から6年生およそ50名がグループに分かれてワークショップを行いました。その後、議場においてワークショップで議論した内容についてプレゼンテーションを行いました。お互いの価値観を理解し認め合うことで住みやすく居心地の良い街になるや、自然や生命を守るために思いやりが必要など、子どもたちからはさまざまな意見がありました。子どもたちの意見を受けて、豊島区長から意見をしっかり聞き、区政に反映できるよう取り組んでいきたいと話がありました。続いてです。人権週間パネル展開催のお知らせです。昭和23年12月10日、国際連合において基本的人権及び自由を尊重し確保するために世界人権宣言が採択されました。この世界人権宣言が採択された日を記念して、我が国では12月4日から10日を人権週間と定めています。誰一人取り残さない社会の実現を掲げる国連の持続可能な開発目標 SDGs の達成に向け、私たち一人一人が人権の重要性を正しく認識し、他人の人権にも十分配慮した行動を取ることが大切です。人権週間にちなみ、人権意識の普及・啓発のためパネル展などを開催します。開催日時は12月5日火曜日から8日金曜日で、午前9時から午後5時までです。最終日の8日は午後3時までとなっています。
開催場所は豊島区役所本庁舎1階豊島センタースクエアです。区で実施している取り組みの紹介や女性、子ども、高齢者、障害者、外国人などの権利、性の多様性を考えるパネル展示を行います。さらに人権尊重の大切さを理解し豊かな人権感覚を身につけるために区内の小中学生が取り組んだ人権メッセージと人権作文の優秀作品も合わせてご紹介します。人権は誰もが生まれながらにして持っている人間が人間らしく生きていくための権利です。さまざまな人権問題が存在する今、私たち一人一人が互いの人権を尊重し合うことの大切さについて認識を深める良い機会となっています。ぜひご来場されてみてはいかがでしょうか。続いてです。豊島税務署から事業者の皆様に向けたお知らせです。豊島税務署では今年の10月1日から始まりました消費税のインボイス制度に関しまして、インボイス制度の説明会やインボイス発行事業者として登録するかどうかの相談会を開催しています。インボイス制度の説明会については免税事業者にも分かりやすく消費税の仕組みから説明するものが12月12日火曜日の午後1時半から3時まで豊島税務署の3階会議室で開催予定です。インボイス制度の登録用費を個別に相談できる登録用費相談会については12月15日の金曜日の午後1時から5時まで豊島税務署の別棟会議室において1人1時間を目安に予約制で免税事業者からの相談を受け付けます。説明会や登録用費相談会の出席には事前申し込みが必要となりますので、豊島税務署までお電話いただきますようお願いします。説明会や相談会の開催日程は国税庁ホームページのインボイス制度特設サイトでも確認できます。また事前にご予約いただければ税務署での個別の相談も受け付けています。ぜひご利用ください。以上ニュースフラッシュでした。続いては特集です。 SDGs の多様性の考えに人には個性や特性があってその違いをお互いに認め合いそれを生かすことで世の中が元気になり社会が発展していくというものがあります。本日はその考え方を尊重したお笑いイベント豊島区漫才大会 D1 グランプリのご案内に豊島区国際アートカルチャーSDGs 特命大使そして吉本興業所属芸人の藤田由美さんにお越しいただきお話を伺います。藤田さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは、私から簡単ではございますが本日のゲスト藤田さんのご紹介をさせていただきます。豊島区立池袋第三小学校豊島区立童話中学校現西池袋中学校を卒業。2019年吉本興業より芸人デビュー。その後地元でもある豊島区の国際アートカルチャー SDGs 特命大使に就任。豊島区を中心に東京都埼玉県でお笑い地域創生に携わり活動の場を関西へと広げるとともに小中高校や大学で授業や講義の一環として独自の漫才作成講座を主催し好評を博しています。特技はグラフィックデザインで地域イベントお笑いライブ落語講演会のチラシやポスターを制作している豊島区在住の司会業もこなすマルチタレント藤田由美さんです。さあ、藤田さんはお笑いを中心に多方面に幅広く活動されているんですよね。はい、おかげさまで豊島区を含めまして数多くの施設から現在お仕事のご依頼をいただいています。さあですねちょっとお願いなんですがネタを少しだけでいいので見せていただきたいです。お願いします。はい、それでは初めまして私は吉本興業所属芸人の藤田由美と申します。では普段私がやっているスペイン語と日本語を使ったネタをやらせていただきます。普段私はスペイン語を勉強しています。そしてスペイン語には日本語に似ている言葉がたくさんあります。例えばスペイン語の挨拶こんにちはのオラですがこのオラを日本語で聞くとオラ孫悟空ドラゴンボールのオラ孫悟空にしか聞こえないですよね。
それでは視聴者の皆さんに覚えても全く役に立たないスペイン語をご紹介させていただきます。まずスペイン語にはバカという言葉があります。日本語では絶対に使ってはいけない言葉、悪口になってしまいますが、なんとこのバカはスペイン語で牛という意味です。そしてもう一つ、バカの次はアホという言葉もあります。これも皆さん、スペイン語でアホってどんな意味だと思いますか？正解は、アホはニンニクという意味です。すなわちバカのアホ炒めとかけまして、美味しいガーリックステーキが出来上がります。普段はこうしたスペイン語と日本語を使ったネタをやっています。ありがとうございます。バカのアホ炒め覚えちゃいました。はい、ありがとうございます。はい、さあそれでは、今日は藤田さんが司会も務める豊島区漫才大会 D1 グランプリについてお伝えいたします。さあこちらどのような大会になるのでしょうか？はい、こちらの豊島区漫才大会 D1 グランプリですが、はい、豊島区のこちらの D、ダイバーシティの D は多様性、ダイバーシティの D から取っています。豊島区にお住まいの方が多文化共生、多様性、豊島区をテーマのした漫才を披露するイベントになります。なるほど。あまり聞きなじみがない内容ですが、多様性の漫才とはどのような内容なのでしょうか？はい、出演者も豊島区に在住在学している小学生、中学生、高校生、大学生、専門学校生、そして同じく豊島区に在住在勤している障害をお持ちの方や外国人の方がお笑いを披露するもので、マイノリティを生かして障害のある方の自立を促進するだけではなく、障害者に対応したバリアフリー漫才となります。なるほど。今お写真も出ましたが、マイノリティ限定の漫才大会ということですか？はい、SDGs の考えのベースに多様性の尊重というものがあります。さまざまな社会的、民族背景や異なる性別、性的指向やそれぞれの個性や、特性など、人々が持つ多種多様なバックグラウンドをお互いに、認め合いまして、それを生かすことで世の中が元気になり社会が発展していくという考え方をベースにこのイベントは成り立っています。多様性の尊重、お互いに認め合う、そういった場になっているということなんですね。はい、まさしく、先ほど、私を自己紹介していただいた際に、はい、お笑い作成講座というものがありましたが、今回のイベントに参加された方ですが、この講座を受講していただいた方の中からご自身でネタを作っていただきまして、そのネタの発表会という位置づけもあります。中には M1 グランプリに出場されているお笑いコンビもいますので、健常者の方よりも面白いネタの披露になるはずです。なるほど。今お話に出た漫才作成講座ではどのようなことを教えているんですか？はい、それではここから漫才作成講座とは何かについてご紹介をさせていただきます。はい、普段この漫才作成講座を教育機関や障害者施設にて実施をしています。はい、それではこの漫才作成講座の流れについてです。まず講座の始めに漫才とは何かについて説明をしています。はい、まず関東地方と関西地方のお笑いの違いについて説明をします。なるほど。その関東と関西の違いってどんなことでしょうか？はい、実は関西地方では昔からしゃべくり漫才が人気があります。はい、例えばですが、なんでやねん、もうええわといったような早口の漫才が非常に人気がありますが、関東地方では現在キャラクター漫才が非常に人気があります。有名な芸人さんですと EXIT さんのようなキャラクターを前面に出した漫才が非常に人気があります。なるほど。はい、そして次に受講者さん同士で即興でコンビを組んでいただきまして、まず初めにコンビ名を決めます。はい、この漫才の挨拶ですが、このようなコンビ名を作ることができます。例えばですが、どうも豊島区に住んでいる佐藤です、豊島区に住んでいる鈴木です、
コンビ名は豊島フレンズです、よろしくお願いしますというふうな一下りの漫才の挨拶をすることができるようになります、はい、そして次にネタを作ります、はい、普段の講座では日本語の言い間違え、うん、聞き間違いをネタにしています、はい、そして豊島区の施設でこの講座を実施する際には町おこし漫才として豊島区をテーマにした漫才も作っています。そして講座の最後に受講者さん全員が漫才を披露していただきます、はい、なんと1回90分の漫才作成講座で受講者の方全員が漫才を作ることができるようになります。あ、すごいですね、90分でこの講座で漫才を作ることができると。はい、はい、では漫才作成講座の流れの説明はここで以上となりまして、はい、本日なんと特別に豊島区をテーマにした漫才を作ってきました、はいはい、ではこの豊島区漫才を遠山さん一緒にやってみましょう。どうしましょう、初漫才ですよ、ツッコミボケどちらでいきましょう。はい、では私は普段ツッコミをしていますので、はい、遠山さんボケでお願いします。わかりました、まずは挨拶からですね。では、はい、いきます。はい、どうも、どうも、豊島区で働いている遠山です。豊島区で芸人をしている由美です。コンビ名は豊島フレンズです。よろしくお願いします。お願いします。豊山さん、豊島区の町の名前を教えて。池袋。他には巣鴨。他には渋谷。それ豊島区じゃないでしょう、もういいよ。どうもありがとうございました。ありがとうございました。なるほど、こういった感じでやるんですね。すごい、ちょっと初漫才めちゃくちゃ楽しいですね。はい、はい、ありがとうございます、はい、まあ、こういったのを90分の講座で作ることができるということです。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、本日は豊島区漫才大会 D1 グランプリについてお伝えいたしております。さあ、まあ、聞いてるだけでも楽しそうなお笑い大会ですが、周囲の反響は ありましたか。はい、やはり、障害のある方と、うん、そして健常者の方との壁をものすごく感じたことがあります、はい、障害をある方がハンディキャップを個性として受け入れられていらっしゃいまして、うん、ご本人も含めましてご家族の方も前向きに取り組んでいまして毎日楽しく過ごしていらっしゃるのですが、それを理解しない方もやはりいらっしゃいまして、はい、過去に心ない言葉ですとか中止要請クレームもありました、うん、今回のお笑い大会もご本人の強い意志とご家族家族のご協力もありましてのお笑い大会となっておりますので、うん、そこは一緒に笑って楽しく過ごせる空間にしたいと思っております。はい、ありがとうございます。さあ、それでは改めて豊島区漫才大会 D1 グランプリのご案内をさせていただきます。会場はアウルスポット2階、開催日時は今月17日日曜日13時30分開場、14時開演となります。入場料は無料となります。さあ、こちらですね、アクセスは東池袋駅から直結になっておりますので、アクセスしやすいのでぜひご来場お願いします。豊島区での記念すべき第1回のお笑い大会となりますので、ぜひ皆様足を運んでみてください。ちなみにこちらのチラシ藤田さんがデザインしてるんですよね。そうです。はい、素敵ですね。ありがとうございます。さあ、それでは、番組を最後になりますが、ご覧の皆様にメッセージをお願いいたします。はい、豊島区、漫才大会、D1 グランプリですが、障害の有無や国籍、性別に関係なくお笑いで、皆様が一つになれるイベントに、なっています。また明日12月3日日曜日第35回福祉健康祭りに出演させていただきます。特設ステージで車椅子の大学生芸人布広さんと一緒に D1 グランプリの宣伝をさせていただきますので、こちらもぜひお越しください。皆様のお越しをお待ちしております。はい、ありがとうございます。豊島区漫才大会 D1 グランプリは今月17日日曜日に開催いたします。さあ、本日は豊島区国際アートカルチャー SDGs 特命大使、そして吉本興業所属芸人の藤田由美さんにお越しいただきました。藤田さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。また明日もどうぞご覧ください。それでは皆さん、さようなら。また明日です。